皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説動画ということで、ケーブルプルオーバーという種目を紹介させていただきます。このケーブルプルオーバーなんですけども、ちょっとね難しくて、どこに効いているのかわからないっていう方結構いらっしゃると思うんですが、これですね、背中の種目、この広背筋のトレーニングになります。コツをつかめばですね、しっかり広背筋に効かせることができるトレーニングですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。こういったストレートバーつけていただいて、ちょっとこう後ろに下がった姿勢で、また前傾姿勢作ります。こんな感じですね、軽く前傾した姿勢を作って、胸を張って背筋を伸ばしたまま、肩をしっかり下ろして、肘をぐーっと体の方に近づけて引いていきます。で、バーが体に当たってしっかり引き切るまでぐっと引いて戻して、引いて戻してと。これ注意点2つあります。しっかりですね、腕を伸ばしきったまま引いてくるようにしてください。途中で腕がこう曲がってしまうと、二頭筋の力を使ってしまいますので、しっかりですね、腕を伸ばしたまま引いてくるようにしていただくのと、しっかりですね、体の姿勢をまっすぐのまま固定していただくことですね。引いてくる途中でぐーっと体が丸まってしまったり、逆にぐっとこう反りすぎてしまったりすると広背筋の力使えませんので、このまっすぐのままですね、しっかりお腹に力を入れて腕をぐっと引いてくる、お腹に力を入れて姿勢をキープしたまま引くという意識でやってみてみてください。これ応用編としてですね、こういったロープを使うやり方もあります。ストレートバーだとですね、バーがね体に当たるところまでしか引けないんですけども、ロープの場合はそれよりもですね、しっかり後ろまで引くことができるので、より広い範囲でバーを動かすことができて、しっかり広背筋に効かせることができますので、試してみてください。それではですね、今回はケーブルプルオーバーのやり方を解説させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。